Well, there. 始まりました基礎英文法講座第3項ですね。今回はですね、第2文系とかっていう謎の名前のキャラクターになりますね。全然名前は気にしなくていいですから、一体どういうものなのかっていうのを見ていきましょう。はい、それでは行ってみますね。第2文系をまず、いつもの通り問題を解いてみましょう。はい、空所に入るのは一体どれってやつです。John と、あ、c ク o ーって書いてあって、talked、went、looked、became。 なっってまますすすすねさどどれが入りますかかかかうでで難しかったですかいやもうこんなん知ってるよ当たり前だよって思ってた人も多分いっぱいいると思いますねもうね覚えてるよね「talk」とか「went」とか「looked」とねやったよねそう「自動詞」ってやつね前にある名詞だけを支えてやれるやつだって言ったよねそう腕がビュワーっつって、ね、出るやつだって言ったやつですなんで「talk」だった場合前に腕がビヨンって出ても後ろにこれね支えらんないだから「talk」人って来てるから そうそうそう、talk to a doctor とか talked with a doctor っていうふうにするわけですね。それだったらドクターと話しただし、まあドクターについてだったら talked about a doctor ね。 と o が必要でね。Went お医者さんのとこ行ったよっていうふうになるね。look だったら、そう、あっとつければ、ジョン looked at the doctor。はい、ドクターを見ましたそう。これ、like つけて、look like にすりゃいいじゃんって思った人、次の動画でやりましたけど、look like ってやると、なんとかのように見える。この john looked like a doctor つったら、お医者さんのように見えるって言って、この like 全知なんで気をつけてね。 ジョン見る好き医者とかってやっちゃだめですからねこれね。ジョンはお医者さんのように見えたってです。で四つ目知ってますか？became ってこれ。そうなんとかになるってやつですねそう。だからジョンはお医者さんになった。 やつですこいつの場合だと、後ろに名詞を置いてやることができるんですよ。ジニさんは何かしら？前置詞の力を借りないと、後ろに名詞を置けない。リカムは前置詞を後ろに置かなくても使えるやつなんだよ。<laughs> だから答えはジャンピケ。またアクチュ。ルってことは、はい、前に名詞を置ける。ズバって出てきて、名詞を置ける。はい、ててては,はい、はい、で、なんて名前でした。そう、そう、そう。主語って名前でしたね。で、後ろにも名詞を置ける。 こうなるわけですけどあれこうするとはい、この時ここは何でしたそう、目的語って習ったねでも今回は目的語じゃないんですよホゴってね、謎のコンプレメントったやつですけどそんなの知らなくてもいいですこいつは目的語ってやつじゃなくてホゴっていうお名前になるんですよえ、なんでなんで後ろに名詞いたら王って習ったよえー、だから他動詞なんだゃないの、ビカムはってね え覚えてます後ろにどういう名詞がいたらおって言ったか覚えてますそうそうそう,そう後ろに他の名詞を持つのが多動詞ですね。今回ねジョンはお医者さんになったってことはジョンはお医者さんなんですよだからこれ他の名詞じゃないんですよ同じ名詞なんですよでその同じ名詞になる場合はまあこれよくこう学校でも参考書でもこうねイコールとかって習うんですけどこの主語と同じ名詞の場合は「 保護って名前に変わるんですよ。だからよく主語とイコールになる名詞とかっていう風になるわけですね。丸めって書いた名詞です。はい。こんな感じ。ややこしいか,こうしようか。はい。主語とイコールになる名詞は保護っていう名前がつくっていう風に覚えてください。で、まあ一応動詞ね。今まで書いてこなかったですけどね。V ですね。V ネックみたいになっちゃった。 SVC の形を取るやつは第二文型って名前がついてます別に名前はどうでもいいんですけどああこういうやつなんだと思ってください。そうだ学校で習ったとか参考書読んでて第二文型って書いてあったら S イコール C っていうやつのことなんだなっていう風に覚えておけば OK です他動詞の場合そうね SVO その場合は他の名詞が必要それに対して SVC は主語と同じ名詞だよイコールになる名詞がいるんだよっていう風に覚えてくださいで他にもね第二文型取れるのってね一番有名なのが知ってます B 動詞ってやつですね。ジョンは医者ですって言った場合は、そうそうそう、ジョン is a doctor ね。はい、B 動詞ってやつがいますよね。ここね、is. A B 同士さんがいて、お前の名詞を持ってますね。はい、前の名詞は主語って名前ですね。で、後ろに、o c ク o ーっていうまた名詞を持ってますよね。ジョンとお医者さんは同じですね。イコールだから、だから保護っていう名前になるんだっていうふうに覚えておこう。 超簡単。知ってるよこんなの当たり前じゃんって思ってますね。思ってるけど、あ、抜けますから。喋ったり書いたりするときに、ジョンイズ・ドクターって言っちゃう人が山ほどいますから。あとね、発音きちんと覚えておきたいんですけど、B 動詞って弱く読まれるっていうのを忘れないでください。前の授業で動詞っていうのは強く読まれるんですけど、B 動詞は例外として、ね、こいつは弱く読まれるっていうのを忘れないでください。弱音である。ただからこれ、ジョンイズ・ア・ドクターって読んじゃダメですいいですね。ジョン 事実ってイズが弱い」そして「あ」は覚えてますね漢視は弱いだからだからこれが「ジ i ン・ a d o ドク o r っていうふうに読めるようになってくださいね「ジョン・イズ・ア・ドクター」じゃなくて「ジ i ン・ a d o ドク o r っていうふうに覚えてくださいいずれやってるけど、けど弱い音ってねくっつきやすくなるんだよ「ジ h ン・ is a とかってねなんでくっつくんだろうって思ってるんですけどそう弱音がくっつくっていうのをね知らなきゃいけないそうなんか連結をきちんと覚えていけっていうんですけど 弱音・強音強が分かかからななないいと連結なんて分かんないですからだからリスニングでよく分かんないです聞こえないですって言うんですけどそうこのね強弱をつける練習をしていかないと聞こえぬようにはならないんですよじゃあ次ちょっとレベル上げてはいジョンは背の高い男の子ですって言ったら何になりますはいこうですね John is a tall boy っていうふうになりますね、はい、いいですかあ忘れちゃダメですよ tall がくっついた途端にねあ忘れちゃうとかっていう人いっぱいいますねまず、はい、イズが、はい、前の名詞支えて で後ろのこのこねイコール関係が成り立っている時にはでこういうふうに SBC っていう形でイコール関係が成り立ちます。新しいキャラクターができましたね。こいつそう「t ウってやつですね。「t o って何したかわかります、うん 形容詞ってやつですね。なんだかよくわかんないよっていうですね。形容詞っていうのは日本語にした時に、まあ高いとか大きい小さいとか嬉しいとかね、いで終わるやつが形容詞なことが多いですね。でこれも性能高いってやつですね。で、形容詞っていうのはなんてなってますか、ね。そうそうそう,よそう。名詞を修飾するよとかっていう風になるよね。名詞を修飾するんだっていう風になりますね。性能高い少年だ。じゃあ修飾って。 何仕事をゲットすること違いますよ多くの人がね意味わからずに使ってんですよあこれ意味わかんないです前に言ったよねオム読みでよくわかんなかったら訓読みにしてみろ収める飾るですかえ基本的に同じ意味ですこれねどちらも飾るって意味です名詞を飾ってやることが形容詞なんだってことなんですけどじゃあどうして飾るのはいまずここに girls って書いてますねまあ、発音難しいですね girls、はい、女の子たちって書いてあってここに形容詞1個入れてくださいって言ったら何入れますか はいまあ、いろんなのを考えつくかもしれないですけど出てくるのはそうね「キュートとか「プ r e t t とか「ビューティフ f っていうのが出てきますね。あの「のアグリーブサイクとかで入れないですね。で、は「い、で e リ,リー y g i スっていうふうにじゃあ入れてみましょうか。 はい、かわいいって言われますねじゃあ、こうすると、一体どんなことが起こるか分かります女の子が何人かクラスにいるとしますね。いや、うち男子校ですって言われて何も言うねだったら何でもいいです。AKB でも SKE でも何でもいいですから、はい、このグループがいて、その中で Girls がいますね。形容詞の Pretty っていうのをつけますね。そうするとどうなりますかここの人数どうなりますクラスの中にいる Girls の中、48グループの中で Pretty っていうのをつけると、はい。はい、僕が言ったわけじゃないです。あなたが答えたんですかね。数が減るって言いましたね。みんなね、今ね。数が今減ったでしょ。あなたは形容詞っていうので、 飾っっててあげたたこことによのの女の子たちを限定したんですよ、えー、限定用法とかって習ったりするやつなんですよ知らなきゃ今はねこういう意味ですだいっぱいいたものを飾ることによって数を減らしてやるこれを就職って言うんですよっていうと置いたとしてこいつの前に1個なんか置いてくださいって言ったら何置きます、はい、そうね大体多くの人は「very」置きますよね Cute girls っていう風になります、ね、で、まあ、この cute っていうのがかわいいで終わってますね、はい。形容詞。で、この very っては何しかしてますね。そう、副詞ってやつですね。副詞っていうのは名詞じゃないキャラクターを就職するときに出てくるやつだって覚えてください。だからこいつは名詞じゃないキャラクターを就職するので、cute を就職してやりますね。で、こうしたらさ、はい、ね、あなたのクラスの女の子、そして48グループの、ね、女の子たちいますね。はい、それで、cute で、はい、これで、はい、verycute girls ってやったら、 どうなりますそう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 。さらに数が減った。私が言ったわけじゃないですかあなたの心をただ読んだだけですからねもしかしたらどうするかもしれない。ね、時々いるんですよ授業でやるとね増えましたやとかいうねそういうの偽善者って言うんですよ。さ、はい、ら更に減ったでしょそうだからさらに限定されましたね。そうなんですよ就職していくと どん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 限定されるんですよ。飾っってててややるるることにによよよ特定でできうしんすよじゃあ戻りましょう。ジャンネッはターボイ。ちなみにせの高い男の子だって言うんですけどそんな男の子なんて見りゃ分かるじゃん。あお前男だ。いや、実はタイで。とかね。そんなんどうでもいいですけど。はい。だいたい見りゃ分かるわけですよ。見りゃ分かるから、いらんじゃんってなるんですよ。このね。あ、ボーイっていうの。いりませんよっていうことが起きるんですよ。だから、ジャーネストターボっていうのが出てくるわけです。そうすると。be 動詞詞の後ろに形容詞だけ 単体で出てくることがありますね SV って書いてあってでここに C っていう風になるんですけどさっきは名詞でしたけど名詞だけじゃなくて形容詞単体でも「C」っていうふうに出てくることがあるんだっていうふうに覚えといてください。学校の授業とかでね形容詞の働き何ですかって言ったらよくそう名詞を就職しますよっていうのと保護になりますっていうふうに覚えさせられるんですけどそういう意味です。基本的には名詞を就職するんですでもわざわざさ就職する名詞なんか置かなくていいじゃんっていう時はそのまま形容詞単体で使われることがあるんだっていうふうに覚えといてください。 で、一応ね、大何とか文系っていうのがあるので、それを説明しておきますね。第一文系っていうのは、中国と動詞しかないよってやつのことだと思ってください。で、後ろに名詞を置きたいときは、前置詞の力を借りなきゃいけないよっていうやつです。The We live in Tokyo とかね、東京住んでますとか、We w e n t to Tokyo、東京行ったよとかね、やりましたね。Live in とか Gore to とか知ってますよね、はい。そういうやつのことは、あ、第一文系だなって言って覚えてください。で、だからほとんどの場合は、後ろに前置詞足す名詞が続きます。 で、こういう投資はあんま多くないですよ。そんなにたくさんいないので。ああ、そういうのを第一文型っていう7分まあ、自分自身は別にそんな名前覚える必要はそんな,ないと思ってるけど、学校のテスト出ちゃうかもしれないですから、こういう風うに覚えておきましょう。で、それに対して第二文型っていうのが svc って書いてるやつですが、ね、後ろに名詞が来てどういう名詞でした。そう,そうそう、主語とイコールの時ですね。そう、後ろの主語とイコールになっている。名詞が来ている場合は？ 第二文系っていうと。で、わざわざ、ジョンはもう男だとかね、男の子だっていうの見りゃわかるから、そんな言わなくてもいい。そういうときには、ジョン became happy っていう形容詞単体で出てくることもあるよ。そうだから名詞が来ることもあるし、形容詞単体で来ることもあるよ。で、そのときに忘れないでね、そう名詞のときに、このね、あとかついてる状態で覚えてくださいね。ジョン is a doctor. ジョン became happy. で、これね、We bought a car とか、I love you とかですね、SVO、まあ、第三文型とかっていう名前が付いてます。こいつの場合は、いわゆる多動詞ってキャラクターが出てきて、We bought our car って、はい、私たちは車ですかなわけないですね。車どういうことだ単、ね、数複数も違うし。イコールじゃないですね。イコールじゃないときには、目的語 O って名前が付くんだなっていうふうに覚えてくださいね。I love you、そうですね,ね。私とあなたが出てきて、いやいや、私とあなたは一心同体なの。無理です。一体にはなりません。だから、

「いやだ一緒じゃなきゃだ SVC です」とか言わないでくださいね無理なんですわかりましただいぶね噛み砕いて説明しましたけどこういった形なんだなっていうふうに覚えてくださいで第二文型 SVC ってやつです SVC っていうのは主語と動詞の後ろの名詞がイコールになるんだ時にはそんな名詞言わなくたって分かるじゃんっていう時に形容詞だけで出てくることもあるよだ C っていうのには名詞と形容詞っていうのが出てくるんだで形容詞っていうのは名詞を修飾するかこういった保護っていうものになるんだっていうのを覚えてください厄介だと思いますけど さっきやった具体的な文を覚えてやっていけば大丈夫ですの、ね、でぜひ活用してくださいはいこれで第3項の第2文型について終わります